ダリル・クリスティン・ハンナはアメリカ合衆国の女優、イリノイ州シカゴ出身。子供の頃に両親が離婚し、母親は実業家のジェロルド・ウェクスラーと再婚している。幼少時に自閉症の傾向があると診断される。幼い頃からバレエを習い始め、11歳で CM に出演。南カリフォルニア大学で学び、1976年に映画デビュー。 1982年のブレードランナーのプリス役や1984年のスプラッシュの人形役で注目され、その宣伝されながらも嫌味のない美しさからニューヨークの恋人とも評された。2000年にはロンドンで7年目の浮気の舞台版に出演。さらに2003年、キルビルにおいて冷酷な殺し屋エルドライバー役の演技で称賛された。2018年、 パラドックスの瞬間で自震初となる映画監督を務めた。私生活において1980年代から歌手のジャクソン・ブラウンと約10年間にわたり交際し、彼のミュージックビデオにも出演したが、ブラウンの暴力がきっかけで別離した。次にケネディ元大統領の息子。 ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニアと交際するようになったが、母親のジャクリーン・ケネディが女優との結婚に反対したため、ゴールインはしなかった。また、環境活動家としても有名。環境保護団体シー・シェパードの支援者であり、2008年には調査捕鯨に対する妨害活動への参加を表明した。2012年にはパイプライン建設に対する抗議活動が元で、 逮捕されている。2016年、ニール・ヤングとの交際を公表している。ありがとうございます。